甲府地方裁判所は、山梨県甲府市にある日本の地方裁判所の一つで、山梨県を管轄している。略称は、甲府地裁、鶴に支部を置いている。1916年撮影の甲府地方裁判所、山梨県を管轄しており、甲府地方裁判所には、甲府市に置かれている本庁のほか、鶴市の一市に、地方裁判所と、家庭裁判所の支部を設置しているほか、 前述の2カ所に加え、梶じは、富士吉田市の2カ所を加えた4カ所に簡易裁判所を設置している。また本庁には検察審査会も設置されている。地方裁判所の支部の数は、函館地方裁判所、東京地方裁判所と並んで、全国で最も少ない。本庁が所在する中央1丁目は、古墳時代からの定住が確認される。 近世の甲府城2の堀角内の武家地にあたり、甲府城下町の江図類によれば、甲府地方裁判所敷地から、北側の甲府警察署、敷地近辺は、江戸前期には、甲府藩主柳沢氏の家老、滝口平左衛門屋敷に否定され、周辺にも柳沢家臣屋敷が散在している。甲府近盤時代の江戸後期には、役園が存在しており、北側には、 交府金版追って役宅や学問所の起点館が所在しており、交府裁判所所在地点西側は二の堀が南北に通り、西側は追って工事で交府城追って門から内堀に威嚇された内城区域に至る。明治期には交府城の内堀二の堀が埋め立てられ観光庁用地として開発され、舞鶴通りには藤村式建築と呼ばれる。 義王府建築の観光庁が立ち並んだ。1871年には司法省が設置され、翌明治5年には山梨県庁舎内に山梨裁判所が発足し、明治6年には藤川町に移り、現在地には明治9年3月に新庁舎落成とともに移転している。2007年度には庁舎新鋭工事に伴い、 山梨県埋蔵文化財センターによる発掘調査が実施され、陶磁器など金星の遺物が確認されている。老朽化により、庁舎の建て替えを実施し2009年1月に新庁舎が竣工した。新庁舎は地上六て地下1階。現在の鶴支部及び鶴関西にあたる谷村裁判所は1872年に設置され、谷村陣屋を流用していた。 1873年には一旦廃止されるが、1876年に再び設置、静岡地裁の管轄に属した。1881年には新しい庁舎が竣工し、谷村治安裁判所と解消。1890年には谷村区裁判所と解消、同年に庁舎改築工事完成。1924年甲府地方裁判所、谷村支部。 谷村管理裁判所設置。1955年に、鶴市が発足したことから、町名を、甲府地方裁判所鶴市部及び、鶴管理裁判所に変更した。任期の後ろは、五色富士吉田管理裁判所鶴管理裁判所、梶川かざ裁判所本庁鶴市部ただし、行政事件、執行事件、合議事件は、本庁で取り扱う。ありがとうございます。